ピョンチャンオリンピックフィギュアスケートの金メダリスト、ロシアのアリーナ・ザギトワ選手に平松アナウンサーが秋田犬マサルとの生活について聞きました。昨日都内のホテルで行われたイベントに登場したザギトワ選手、大人の雰囲気あふれる鮮やかな赤いドレス姿を披露しました。今回ザギトワ選手は大手化粧品メーカーが120種類以上に及ぶ新製品を世界各国で販売するにあたり、そのグローバルアンバサダーに選ばれたんです。ピョンチャンオリンピックで金メダルを獲得したザギトワ選手、今後の目標は。Добилась самой главной медали Олимпийские игры, но я уже забыла то, что у меня есть олимпийская медаль, и для меня сейчас самое главное это держать планку. イベント後、平松アナウンサーがザギトワ選手を直撃。いや、修造平松。ロシア語の挨拶に笑顔で答えてくれました。今回化粧品のグローバルアンバサダーに選ばれたザギトワ選手。こちらがまあ普段のザギトワ選手、そしてこちらがまあ試合の時、それぞれのメイクのポイントみたいなもので。メイキアジュ、который я делаю каждый день, он более легкий. Крашусь сильно я только на соревнованиях, потому что на соревнованиях я крашусь более сильно, чтобы зрители, которые сидят высоко, чтобы они видели мое лицо, можно так сказать. ザギトワ選手といえば、今年5月、生後2ヶ月の秋田犬マサルが贈られたことも話題に。その後、ザギトワ選手の SNS はマサルを写したものばかり。マサルにメロメロのようです。では、ロシアでマサルとどんな生活をしているのでしょうか。Я с ней сплю, гуляю, да и каждый день, когда я прихожу, я вижу, как потихоньку она уже становится больше, больше, больше. マサルの成長を日々感じているというザギトワ選手ですが、実は平松アナウンサー、マサルが日本を出発する当日取材していました。Мы не разрешаем всей семьей ложиться на кровать. Ну, я разрешаю, мама не разрешает, вот так скажем.Мама говорит, ей нельзя, ее берет на руки, ставит на пол, она опять бегает, опять прыгнула к маме. Это вот продолжается до тех пор. 試合などで日本に来ることも多いザギトワ選手ですが、日本での楽しみを聞くと。日本に来た時に毎回必ずここに行くとか。カトーク。カトーク。やっぱりそうですよね。お店。для Масару что-то сейчас, потому что тут в Японии очень много прикольных штук, которые для животных именно. Зоомагазин такой. 日本にいても愛犬マサルのことが気になってしまうそうです。そんなザギトワ選手に平松アナウンサーからこんなプレゼント。これのおもちゃなんですけど、よかったら使ってください。結構リアルな骨なんですよ、なんか。これを口に加えて、ちょっとこう遊んでもらいたいなと思ってます。歯磨きの効果もあります。とんでもないです、ありがとうございます。最後にザギトワ選手にジップポーズをお願いしました。ジップ。